本義信の3失点を大谷が一瞬でチャラにする。いよいよ始まったドジャース対パドレスのナ・リーグ地区シリーズ。大事な初戦の先発を任された山本義信がいきなり初回に3失点を喫し、敗戦濃厚かと思われた。しかしこの男が一気に流れを変える。ドジャース3点ビハインドで迎えた2回に迎えた大谷の第2打席、パドレス先発シースのフォーシームを捉え、ライトスタンドへと飛び込む同点スリーランホームランを放った。3点ビハインドで雰囲気が沈んでいたドジャースは息を吹き返し、山本義信も笑顔で大谷を出迎えた。来た。山本義信はかなり苦しいピッチングになってるな。大谷が完全に流れ戻したな。あの場面でスリーラン打つとかもう漫画の世界や。大谷対パドレスになってるもん。山本が全く踏ん張れない。というかもはや通用してない。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメント待ってます。